あ、どうも、埼玉でシンガーソングライターをしております、ともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、作曲についてお話をしたいと思います。まあ、作曲でも特にあの初心者の方に向けて、まだ作曲したことないとか、やってみたんだけどいまいちよくわからないとか、なんかとにかくコツアドバイスなんか欲しいっていう方に向けて、お届けしております。作曲、まあ、特にメロディー作りですね。メロディー作りについてお話ししていきたいと思います。で、あの3つぐらいポイントを挙げるんですけど、まあ、ちょっとこう実用的なものからこうひらめいた話のちょっとね、あの降ってきた的な話まで、あの幅広くお話ししようと思いますので、ぜひ、まあ、あの最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、早速いきたいと思います。ポイント3つ。1個目ですね、歌詞からヒントをもらうです。歌詞、まあ、つまりあの先に詞ができている場合はその歌詞の言葉からメロディーのヒントをもらいます。例えば、ありがとうとか、まあ、英語の場合だったらサンキューとかだと、ありがとう、まあ、普通こうアクセント的に自然に出てくるこうメロディー的なものがあると思うんですよ。サンキューみたいなサンキューっていう場合もあると思うんですけど、まあ、それでもいいと思います。自分でこうこの言葉を口ずさんでみて、この言葉が自然に出てくるメロディー、言葉を発声して発音して自然に出てくるメロディーをそのままメロディーにしちゃうっていうケース、まあ、これはまあ一応いろいろね作っていくとなかなかそうはいかない部分もあるんですけど、まあ、どうしても最初もうどうやって作ったらいいか分かんない、もう歌詞はとりあえず分かるけど言葉は作れるけどメロディーができないっていう場合は、その言葉を実際に口ずさんでみてそれをメロディーに生かしてしまうみたいな感じですね。まだ、あの Thank you Thank you ありがとうありがとうみたいな、いろいろこうひねってみてもいいかもしれないです。言葉の自然なアクセントを生かすのもそうだし、言葉のアクセントを変えてみたりしてメロディーを作ってみるみたいな、あの言葉ありき、なので言葉のイメージもね、なんだろう、ものイメージ作りの助けになると思うので、あ、例えばありがとうの言葉だったら、ありがとうの気持ちを込めながらこうメロディーを作ってみるとそれっぽいのができるかもしれません。まあまあ、一応ポイント1個目はメロディーは、歌詞からヒントをもらうということです。これ1個目で、ポイント2つ目、ちょっとこれあの少し専門でもないですけど、楽器のコードをヒントにしてメロディーを作るんです。これ結構ね、私もよくやってます。まあ、多分経験者の方、上級者の方も多分だいぶやってると思うんですけど、例えばみたいな、このコード進行があったとしたら、このコード進行になんとなく合うメロディーを口ずさんでいく。なのでちょっとこう、あのこの反応ポイント2つ目は多少音楽、ミニコピの経験知識とか、そのまあやっぱりなんだろう、コードに合う音を当てにいける、まあ、ある程度の経験が必要です。まあ、これはこれでね、いい勉強になるのでぜひトライしてみてほしいんですけど、例えばこのC というコード、 C メジャー弾いてます。で、この C のコードに合うメロディーって何なのよって話だと思うんですけど、単純にコードトーンです。まあ、この C メジャーで言うとドミソのドとミとソが鳴っているので、ドかミかソのメロディーで何か当てれば、この C を弾いている間は合うってことです。まあ、ドミソだったらこのまあ、あの平べったくちょっとつまらない感じのメロディーにはなりがちなんですけど、まあ、間違いないメロディー作りとしてはコードのコードトーンを拾ってそれをまあなんだつなげていくみたいな、まあ、ちょっと機械的な作業的な部分になっちゃうと思うんですけど、慣れないうちは。ただまあそれをやっていくうちに、まあ、大枠は例えば1小節 C が2,3,4ってなってる間、半分ぐらいはコードトーンを使って、残り半分ぐらいはそれ以外のちょっと外したメロディーも入れながら、まあ、動きのある、ね、メロディーを作っていけるとちょっと、まあ、レベルは上がるかなと思うんですけど、まあ、最初はコードトーンの、まあ、この C とか G ソシレとか Am だったらラドミとか Em だったらミソシとか、そのコードトーンをイメージしてメロディーをつなげていく。で、慣れてきたらちょっとずつずっとこう外していくっていうかね、半分、1小節の半分ぐらいはコードトーンにして、もう残り半分は外すって、そうすると動きが出てくるっていう話です。これちょっとまあね、楽器持ってない方とか、まずそのコードを聞いてそのどの音が合うかって分かんない方にとってはちょっとまだ難しいと思うんですけど、まあ
次のステップには絶対必要なので、一応イメージしておいて、できるようだったらチャレンジしてみてください。コードに合わせてメロディーを合わせてみてください。みたいな感じですね。これはまあちょっとだいぶ深掘りできそうなので、また別動画でお話します。一応これは今回はポイント3つのご紹介のうちの2つ目、コードをヒントにしてメロディーを生み出すということです。で、最後、ポイント3つ目ですね。降ってくる系のお話です。降ってくる、メロディーがこうポッとこう、なんだろう、まあ、なんだろう、夢で、私も結構作詞、作曲やってて、夢の中でいきなりメロディーが流れて、ああ、いいメロディーだってこう、起きた時までも頑張って覚えてるみたいな、あったんですもんね、そういうのは。まあ、で、すぐ起きて、まあ、ボイスレコードにとって、まあ、本当、メロディーにならないメロディーでしたけど、でもちょっとこうそのなんだろう、元ネタとしてはもう十分だったので、それを起きてからしっかりこうコード弾きながら、あのかっこいいメロディーにちょっと変えて、まあでもネタとしてはもう夢の中でできたものが結構軸になってるっていうものもあったので、まあ曲作りとしてはあり得る話かなとは私は思ってます。例えば、夢からヒントを、夢を見てる時にメロディーが出てくる、お風呂に入ってる時とか、まあ、あの言い方あれですけどトイレに穴が入ってる時とか、あとは散歩している時とか、あとは何でしょうね、感動して映画を見ている時とか、まあいろいろこう自分の中でこう、まあ、刺激とか、あとリラックスしている時とか、こう、まあなんかやっぱりひらめくんですよね。でこれに関してはちょっと何だろう、諸説あると思うんですけど、私はこういう時に夢とかそのメロディーが浮かびやすかったっていう風な、あのちょっとお話します。だいつでもこれ彼でもどんな時でも夢見てすぐに曲出るかってそういうわけじゃないので、こういう時にメロディーが出やすかったっていう話します。ですね、まず夢を見てて、その作曲のメロディー使えそうって出てくる時って、普段から作曲の活動をしている時なんですよ。ちょっと変な話ですけど、作曲しようと思って、ああこうでもない、ああでもないって、こういろいろこうコード弾いたり、メロディー、この歌詞口ずさみながらメロディーをこう試行錯誤して、ああいいの出なきゃいないなって煮詰まってる状態で寝たりお風呂入ったりすると出る時があるってことですね。だ当然のことながら、普段から作曲メロディー作りをしていると、その作業から離れてちょっと頭を休ました時に降ってくるっていう、そういう感じです。なので、まあ、全く何も意識してないのにいきなりポーンと降ってきます。たまにそういう時もありますけど、やっぱりある程度その作曲の経験とか、そのやってるっていうそのベースがあって、ひらめきが降ってくるっていう、そういう感じです。なので、まあ実際ね、やってみてこうなかなかできないな、もう全然私俺にはもう才能ないわって思って、ああもう一回今日やめようってなって、でその夜もしかしたら神様のお告げがね、降ってくるかもしれません。まあまあまあ、そこはあのかもしれないっていう話なので、まあ一応作業、言葉からヒントもらう、コードからメロディーのヒントもらうとかいろいろやってみて、でその作業以外でまた降ってくるかもしれないってポイント3つ目ですね、っていうことがありますので、まあいろいろね、あの作詞作曲この辺は連動してますし、この作業の机段台に乗ってる時がそれがひらめく時かってそうでもないので、まあ、そこら辺はやってみて、いろいろねこの経験、あのケース、可能性をあの確かめていただければと思いますので、おさらいすると、メロディーを作るには歌詞のフレーズの音、発音からヒントをもらう、2コードの音からヒントをもらう、3、夢からのお告げがあるかもねっていうことですね。で一応その、まあ、なんかこのポイントというか注意、まあこんな感じでいいんだよっていうのと、ちょっとポイント注意点ちょっと最後お話しすると、まあ最初は鼻歌でいいです。もうなんかこう楽器こんな、ってこうちょっとガッチガチに決め細かなくても、もう自分のこの感覚というか直感で降ってきた、そのいいなと思ったメロディーをそのまま鼻歌にしてボイスレコーダーに撮る、それでいいと思います。これはまあ一応あんまり最初から完璧を決め込まないっていうことと、あとその何でしょう、さっき言った感覚で作ってるつもりになってても実はパクリだったりする。不本意ながらも、自分がいいなと思ってたメロディーは、あの宣伝のあの曲のサビを歌ってたみたいな、そういうこともよくあります。あります、私もあります。で自分で自信持ってオリジナルだって歌ったら、あれあのフレーズに似てねって後で突っ込まれて、あまあねみたいな感じでこう
言ったこともあります。なので、あ、一応作って残しておいていいと思います、データとして、あのボイスレコーダーに。でそれを後々聞いてもらったりとか、自分でもう一回聞き返して、あ、これなんかちょっとパクリっぽいなみたいな。メロディーは著作権ありますので、2小節以上かな、続いちゃった同じものはダメです。なのでそこは気をつけてっていうことと、あとはまあ一応そのさっきのパクリでないことが大事なので、オリジナル性のあるメロディーぜひ作りましょう。なのでこういうものであるべきだとか、こういうかっこいいものがいいんだっていうのにあまりこだわりつつ、まあ、それはそれであの大事にしていってもらって、かついろんな崩したりメロディー崩したり、いろんな人の音楽聴いて、あ、こういうパターンもあるのかって、こう自分にはないジャンルとかミリズムとかメロディーパターンをどんどん吸収して、ちょっとこう個性を、違うもの、新しいものを作っていくっていうのが一つ、作曲の作詞もね同じですけど、あの楽しみでもあると思いますので、まあ個性を大事にするっていうこと、この辺はあの最後ちょっと ポイントとしてお伝えしておきます。鼻歌で簡単に作るんで OK だよっていうことと、パクリには気をつけてねっていうことと、まあニトさんに言ってますけど、3番は一応オリジナル個性を大事にしましょう、他と違うってことも結構全然貴重なんで価値があるんだよってことですね。でまあ一応あの作曲についてはまあこれ一応2個目ぐらいかな、あのいろいろ段階踏んで、まあ次この動画見て作曲いろいろやってみたら、じゃあ次何したらいいかっていうのを、まあ深掘り動画をまた出していく予定ですので、ぜひそちらも見ていただければと思います。あ、それにはね、お気に入り登録しないとあの分かりませんのであの動画更新、まあ一応毎日一応動画撮っております。なのでそれをあの自分のね、こう作詞作曲とか、あの歌とかミックスボイスとか、あとギターとかちょっと複数あるんで、自分の興味のあるカテゴリー出たら、あ、ポチッとね見て、あのいいねボタンを押して、あの次の動画またあの見ていただければと思います。あ、お気軽にコメントもいただければ、返答しますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。